こんにちは、みなみです。はい、今回はですね、サムネを見てもらったら分かると思うんですけど、家になんかバカでかいものが届きました。カイくんからなんですよ、これ。なので今回はこれを動画で、勉強部屋でね、開けてって言われたんですよ。だからなんか勉強道具なのかなとちょっと思ってきて、怖いんですけど、みんなと一緒に見ながら開けていきたいと思います。じゃあ早速開けていきます。それではスタート。はい、今ルイからのカメラマンをしてもらってます。はい、はい、で今から開けていくんですけど、ちょっとね、何だと思う？でっかいクマの人形。ああ、なんかめっちゃでかいやつ。でも貧乏弁だよ。でもそんなめっちゃ重いってわけじゃないんですよ。じゃあ開けていきましょう。なんだろう、もしもし。あ、もしもし。お疲れ様です。お疲れ様です。今動画撮ってるんですけど。え、怖い怖い怖い。あ、そう、ドキリとか抜き打ちとか、いつものやつじゃなくて。おお。なんか届いたんですよ。真っ赤なでっかいビーズクッション。届いた。どういうあれでここにあるんですか、これは。この間しゅんくんとおさきちゃん笑わせたじゃん。はい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 。で、実は動画なんか覚えますねって言ったの覚えてました。それのこと。皆さんお待ちかね、開花ミッション。みなみ選手にはミッションとしていろんな人を笑わせていただこうと思います。素晴らしい、世界救う。よーい、スタート。おっと、しゅんくん。あはは。痛い。
最後もう一人、はい、誰だと思いますか。あなたの名前。惜しい。家にいるんですけど。よーいスタート。まあまあ。ちょっと待って。何回戦。すべて勝利ということで。これ楽しいめっちゃ。ご褒美。あ、じゃあ何か送っときます。え、絶対怖い。そういうこと。でこれを。そうそうそう届いたんだと思って。マジか。ちょっとこれはね、でかい。でかい。え、その僕大きさも分かってなかったんだけど。え、これね、あのやばいですね。私の身長と同じぐらいですもん。ですもん。その勉強のね、曖昧にドサーンってなんか。ああ。突っ込みたいじゃん。そういうことか。そうそうそう、なんで勉強部屋なんだろうなと思ってて。でも真っ赤でなんか白黒に超似合ってるんですよね。あ、本当？うん、ありがとうございます。いやいやいや、でなんか勉強部屋っていうから勉強道具積み合わせみたいな、積み合わせ。それもやったんだよね。うわ、よかった。でもなんか軽いから、うん、しかもこまごましないからなんだろうなと思ってたらこれでした。おー、ルイカも今カメラマンしてもらってるんですけど、うん、驚きが隠せてない顔してて、なんかもう目が見開いてサンタさんにスイッチもらった時のような顔してました。わーってむしゃくしゃした時に飛び込んであげて。うわー、めっちゃいい。カイ君ありがとう。どういたしまして。まあせっかくあのプレゼントしたんで、はい、ちゃんと勉強もしてくださいね。もう今すぐしちゃう。もう今すぐして、もうダイエットするためにちょっと1ページ書く。3ページ。え、3ページ3ページ。はい、3ページやったら飛び込む。おー、でまあまあ頑張ってください。はい、じゃあ動画をお楽しみに。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そういうことだったんですね。これなんか勉強をやって疲れたらこれライブするように休憩場所みたいな感じですね。これネイの部屋にも似たようなやつがあるんですけど、いいなと思ってて。すごいですねこれは。急にさ、だってでっかいものが家に届いてさ、開けたらこれよ。ちなみにびっくりするでしょ。ねえレイカ、びっくりした？びっくり度は 100% 中85%。 そう。レイカも座りたいみたいなので、ねえねえ呼んできます。はい、ねえねえカメラマンに変わりました。はい、で、レイカも座りました。はい、やばくない？ねえねえびっくりした？うん、めっちゃびっくりした。これさ、ねえの部屋にも似たようなやつあるじゃん。あれあれあれ、さ、何倍買うよねこれ。でっかい。あ、ここでスイッチした。あ、これ最高。ここにさ、後ろにさ、こうやって座るからさ、ほら、もうベッド。いや、めっちゃいい。うわ、なんかね、あのね、フィット、めっちゃ。たぶん、ビーズがさ、すごいからさ。あの、これ、よく人をダメにするクッションって言われてるよ。言われてる。ハマりそう？うん、ハマる。ハハハ、出た。これ、ルイクがいつも寝てるんです、一緒に。トゥーストライトフューリー。あー、これねえねえも後で座って。うん、座りたい。ねえねえの格好ちょっと見てもらっていいですか。こちら、まあ、かあのメイクしてたからよかったけど、そうだ、ね、パジャマにちょっとシワくちゃってる。はい、まあまあまあ、うわー、せーの。あ、そういうことね。どうフィット。せーの、大丈夫。なんかねえけどと面白い。あ、もうしたの？一番飛んであげる。最後のシュールな動画。カイ君にせっかくプレゼントしていただいたので、ちゃんと勉強してここにダイブしたいと思います。もうぴったんこになるまでダイブします。カイ君ありがとう。最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。最後のテレビバイバーイ。これね、すねの大きさ。でかいでかい。150以上ある。耳よりでかいやん。そう。
しかもちょっと下が引っ込んでるからさ、もっとでかいと思う。はい、こんな感じでしたね。これ全然余裕に3人座れるからさ、うん、バイバーイ。バイバーイ。